めっちゃ蒸し暑い。さすがにドライつけたわ今。さあ、いやもうちょめっちゃ赤くなっちゃった。めっちゃ赤く、見て見て、めっちゃ赤くなっちゃった。ほらほら見て、赤くなっちゃった。バーンって。こんばんは、おつまるでーす。よいしょ、土曜日だよ。仕事が終わったよー。いえいえ、かゆかゆー。よいしょ、こんばんは。よいしょ、さあ、いつも通りの時間ですね。こんにちは、ありがとうございます。今日はワンピースですが、スケスケです。ここが下から観光映画か。そうね、パーンってやったからね、それとかな。よいしょ。さあ、ではでは、皆様今日もよろしくお願いします。イエーイ、かゆ。ではでは、9時半までは無理。9時までですね。ビオナイジンよろしくお願いします。はい、かゆい。なんか帰りしたね。いや、帰ってきたから、そう、ちょっと外にね、今日タオル干してたからさ、取り込んだパソコンの時に入ってきたのよね、きっと。よしよし。おいしょ、たくさんありがとうございます。よしよしよし。汗と空の空見晴れどうですし、今日ロックの日、今日は特に関係なきゃ、私はね、クラシックの日だったので、はい、こんばんは。
べ、天才じゃね、あ、顎かゆやばい、天才は顎がかゆくならないよね。よいしょ。だからすおわれよ、ちょ、6球ということで、ちょっと6球からいきましたよね。バーララ、ありがとうございます。ハート明け渡しめ、おーほーほー、じゃあもうちょっと盛り上がりで最高潮になったら、ちょっと知らすね。
たかすっかりにイエーイイエスでいいのだよ。高瀬先生信じろ。高瀬先生を信じようよ。え、何の話ですか。何の話ですか。じゃあスマップさんもね、そう、草薙くんは YouTuber になりましたよ。草薙くん YouTuber で頑張って、私も YouTuber、 え、ショールームですね。
こういう感じ。え、もうこう、こう、別にディスってない。本当にこういう感じ。OK、OK、OK。じゃ今日も頭ぶん回していきましょうか。では、参ります。そういう感じ。だよね。そういう感じだよね。前奏メロモノ、え、そんなピーな、え、どういうこと？タロンではないよ。
よ。よいしょ。はい、改めまして皆様こんばんは。丸川博がちゃんポイントピアノ機のまなまること長藤まなです。演奏すべて耳こび即興でさせていただいておりますが、できるだけたくさんの方のリクエストに答えていきたいなと思っております。知ってる曲知らない曲とかでは選んでないので、そこら辺はちょっとご了承いただければと思いますが、みんなと一緒に楽しんでいければと思います。毎日ちょっと言い訳ないんだけど、いれば言われますみそちゃんと飲みます。はい、氷かまさかエアコン来てました。いじめる、初めまして、違います。ギリしてるいつもなんですよね。はい、9時までしかピアノが弾けないお部屋なので、はい、9時までのピアノ配信になりますが、できるだけたくさんの方と一緒に楽しんでいただければなと思っておりますので、最後までお楽しみいただければと思います。今日大事ですね。そうですね、夏はね、仕事、仕事大きなの下着じゃないわ。素敵、素晴らしい、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。いいじゃん、本当にリクエストは本当にタイミングとかいろいろあるのでね、あとできるだけたくさんの方のリクエスト答えていきたいと思っておりますので、聞いて楽しんで、そしてリクエストも楽しんでいただければと思います。 T シャツ好き好き、いやー、これ長いんだよ。そう、これここまでと、ここまで、いえあ、丸川ふくらがちゃんポイントピアノ機のまなまること長藤まなでした。証券じゃないですからよいしょ、今日カーテンじゃないか、まあカーテンみたいなもんよね、証券だよ、違うよあなた違うよし、さあ、というわけでですね、ちょっと下げさせていただきましたけれども、よいしょ、なんか何を身につけてる、やばい、ここからと見えない鎧かさあ、というわけでですね、皆さんのリクエストに答えていく時間と、そしてあとはピアノをねしっかり聴いていただく時間、楽しんでいただく時間というのも取らせていただいておりますので、ここでは一旦ブレイクタイムということで、クラシックの曲を聴いていただければと思います。レッスンのカーテンじゃないよ、ぐるぐるカーテンでもないよクマンバチね、嫌い、ハチマ嫌い。さあ、というわけで、ではでは、ちょっとね、前半結構バババって言ったので、ちょっとゆっくりね聞いていただければと思います。こんばんは。そう、クマンバチ含めありますよね。さあ、ではでは、今日の中華途中のクラシックはじゃあゆっくり聞いていただければと思いますので、よいしょ、暑いな暑いな、ではみんな落ち着いてくれよみんな落ち着くんだ落ち着くんだ。よし、では今日の途中のクラシックはノクターン遺作の方でいきたいと思います。昨日ね、9の2の方聞いていただきましたけど、まあ有名なねノクターンの曲ですけれどもね、まあクラシックって本当につまんねえと思ってる人もいるかもしれないですけれどもね、それにはそれの良さがあって、その面白さも一緒に伝えていければなと思っているので、ぜひぜひ少しお聞きいただければと思います。ではショパン作曲の、ノクターン第20番遺作でお届けしたいと思います。
た。寝てないよ。大丈夫、寝てない。お調子たくさんありがとうございます。しばんさん曲ちょっとマナーモードにしますね、すいませんね。以上、映画の挿入曲で聞いたこと。ああそうですね、これは戦場のピアニストっていう映画の挿入曲になってます。それで有名だと思います。はい、あ、元音大生です。お校内出てクラシックをね、今主にずっと勉強してきたんですけれども、なのでまあクラシックってなんかずっと体苦しいぜっていう方にもね、楽しんでいただければと思いますので、演歌日本の心です。え、に演歌まあ次のまん見ることできますか。いかないですね多分ね。さあ、というわけでそんな曲もねちょっと楽しんで覚えていっていただけるとすごく嬉しいなと思います。戦場、あ、戦場は違います。ふ、あ、船の上じゃなくてうちの方、あれ船の、あ、そうね。以上、長く止まるのはそれはショールームが問題かもしれない。さあ、というわけで皆様お待たせいたしました。でここからはですね、できるだけたくさんの方のリクエストに答え、まだ強くは良くなかったかな。え、どういうことどういうこと。戦場洗ってないよ、洗ってないよ。戦場、そっち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 。以上、ではではでは、皆様のこのリクエストにね答えていきたいと思いますので、リクエストたくさんお待ちしております。できるだけたくさんのリクエスト、たくさんの方のリクエストに答えできればなと思っておりますので、ラジオの方も、いつも来てくださる方も、はい、どうぞ、拾えるか拾われないかは私次第。以上、ではでは、
更新したいと思います。5秒くらい切れると思います。